機上は完璧だっただろ。どう乗ってもエフフォーリアには勝てなかったよ。上がり最速だともう少し前にいればとも思うけど、前にいたらその上がり使えたかわからんしな。コントレイルは前にいたらもっと伸びなかっただろう。ディープも前に行ったら垂れたし。前につけてもエフフォーリアに刺されただろうけどね。いい加減実力で負けたのを認めろ。アンカツさんが乗り方は文句なしだって。藤田さんは一番人気の乗り方じゃないとおっしゃっていますね。福永がどうこうより武志がうまく乗ったんじゃない。福永はあの位置からさせると思ったんだよ。馬が弱くてさせなかった。ただそれだけ。上騎乗でもないし糞騎乗でもない。普通。批判されるほどの騎乗ミスはなかった。コントレイルが強ければ勝てた。そもそもジョッキーが上騎乗しないと勝てない三冠馬ってどうなん？って話。先行してたらグラン以上に最後止まったかもね。コントレイルも強かったけど、エフフォーリアの方が強かった。それだけのこと？ 33.0 の上がりを出してるのに弱いと言われるコントレイルがかわいそう。ペルシアンナイトが 33.1 出してるからなぁ。無敗の三冠馬ってことでハードルが上がりまくってる。ディープやオルフェみたいな強さはない。そんなことずっと前からわかってるだろ。エフフォーリアまだ余裕あったし、コントレイルはフラフラだったろ。ジャパンカップはシャフリヤールが出てくるのか、やばいな。エフフォーリアよりはシャフリヤールの方が勝てる可能性高いと思う。福永自身も、理想は勝ち馬の位置でした、と言ってるな。